まず今日の最終戦の勝利おめでとうございます。はい、ありがとうございます。はい、いい勝利でしたね。そうですね、うん、はい、後半、まあ、途中からの投入でしたけれども、はい、まあ、あの対談が発表された後のゲームでした、はい、どんな思いでピッチに入られたんですか。いや、もういっぱい試合してきたので、まあ、やることっていうのははっきりしてる。まあ、それは やはりこうゼロで終わらせるというところが非常に重要なこと、また相手が少しこうパワープレーが多くなってくるところで、それに対してどうするかというところが求められているところだと思っていたので、はい、それを実行したということです。はい、入った後周りの選手にすぐ声かけたりとか、まあ、ラインコントロールのところとか、はい、球際厳しいところとか、はい、富澤選手らしいプレーがやっぱりこう、はい、ババッて見れたなというふうな感想を持ったんですけど、まだ全然いけるんですよ。でも全然出れなかったから残念ですね。いや、もっと、まあ、この年にしては多分相当動けんので、はい、まあ、でもいろいろありますから ね立場的にもね、はい、だから全然何もどうとかもとは何もないですよ。はい、もうサッカー選手ってそういうもんじゃないですか。いや、でも、まあ、本当まだまだできるなっていうのはでしょ、本当に感じました。そう、はい、もういろんな選手も僕も見てきてますし、だからこれ多分結構いけるんですよ。あと変な怪我しなきゃいや、だから今年はちょっと怪我もあって、それはちょっとこう苦しいところにはなったんじゃないですか、はい、個人的にこうベルギーが。でも怪我はあれなんですよ、はい、もう本当ここ堀さんになって少しメンバー絡み出してっていうところでちょっと怪我したんで、まあ、それはちょっと、まあ、でも今年1年を振り返ってそういう時はそういう風になるんですよね。まあ、だから、まあ、まあそれも含めていい経験ですよね。うん、だからこう常々こう気持ちを、ね、こう中心に置き続ける、まあ、そこに努力してしまってもなかなか難しいことだったりするんですけど、いいところにあればいいシーズンを過ごせるし、まあ、自分なりにいろんな浮き沈みがあったのかなと思います。まあ、それが怪我につながったりとかそういうのがあったのかな。10年ぶりでのベルディで、はい、まあ、成し遂げたいこととかいろんな思いを持って帰ってこられたと思うんですけど、はいはいはい、改めて今シーズンいかがでしたか。そうですね、まあ、そういう思いはありながらも、状況また、ね、このスポーツは団体スポーツでありながら、自分が決めれることは決めれないこと、まあ、選手だったら大体、まあ、そうですけどね、だから今度逆にこうしたいということがあっても、今はその、ね、置かれている立場で何を求められているかというものが存在したりとかして、まあ、そこを、まあ、それがね、まあ、使命だったりとかね、するのかなと思うんですけど、そういう部分をこう感じながら生活してこれたっていうのは非常にこのクラブに感謝しています。はい、さっきあの会談式で、はい、まあ、今シーズン苦しかったけどでもみんなで一つのファミリーとして戦ってこれたとおっしゃってたのが、はい、すごくこう印象的だったんですけど、はい、そういうチームになっていましたか。まあ、そこはそうですね、まあまあ若い選手も多いんでね、ただそういう意識を植え付けるって大切じゃないですか。そうだからそこを意識させるだったんだなって、マインドコントロールです、先輩の、はい、あ、はい、あえてでもね、そうだからまたこれが続いていくわけじゃないですか、はい、そこにそういうことがあったんだ、やっぱ俺らはこう固い絆で結ばれてるんだってね、そういう意識がよりね強固にしますからね。だから僕は引き続きというか、まあ、さらに、ね、このヴェルディが良くなっていくっていうことを願ってるというか、まあ、そうじゃないと僕が来た意味がなくなってしまうので、ね、少しでもね、この今後こうやって積み上げられていくことを望んでるので、そういう意味も込めて、そういうマインドにちょっと若いやつが刺激入れてしときました、はい、サポーター、今日横断幕でいつまでも俺たちの官邸という言葉も出てました、はい、サポーターの思いというのもこうすごく伝わったんじゃないですか。いや、もうすごく伝わってきましたし、ただすごくやっぱ残念なのはこの、ね、情勢というか、まあ、コロナ禍にあることで、皆さんがこう声を出して、ね、応援できない中で、まあ、でもすごく気持ちは伝わってきてました。ただなんかこうそのもう一個上の、ね、交流だったりなんかこう掛け合いだったりとかそういうのができたらね、もっとなんかこうっていうのはありますけど、それは、まあ、今はそういうことということで、はい、欲張らず、でも本当に皆さんの、思いというのは、ね、涙流してくださってた方たちもいらっしゃったんでね、僕が泣いてないのにね、本当に、本当にありがたいです。はいはい、
本当もうあと1時間ぐらいお話聞きたいんですけれども、はい、ちょっともうあれなんですけど、ただ今日のプレー見てまだまだサッカーしてるところ見れるかなっていうふうに思ったんですけど、いけるんだって全然そうそうそう、期待してていいですか、はい、いきますよ、わかりました。